祉先進国である欧米で実際に高齢者介護に携わっている専門家を招いて開かれる高齢者ケア国際シンポジウムの参加講師が10月20日笹川記念会館に笹川会長を訪問され懇談されました。姉妹であるということを言うとるわけや。それだからそういう人がね、私を守ってくださいから私がね、医者がね、満93になっても老眼鏡もない、外国行くとね、飛行機の上からね駆け足で降りて、それで迎えに来てくださった国王やね、大統領に握手してるともう一品上がって、またもう一品のからびっくりしまうもんね。で私はね、3歳の時からね、世界一家人類兄弟姉妹主義者からね、人間とね、獣物と鳥の分足さえお祈りするんだよ。だから牛も豚も鳥も食えない。それでね、魚はこんな小さいね、頭を持ってくれる魚しか食わない。いや、あのですね、あのデンマークのグラスサックスの市長さんです。アナセルさん。あとはオキュペーショナルセラピー、フロムグラスサックス。第3回高齢者ケア国際シンポジウムが10月21、22日の両日、新高輪プリンスホテル国際館パミールで、ゆとりある生活環境と自立をテーマに開催されました。我が国が世界の長寿国となりましたことは誠に喜ばしいことでありますが、反面介護を必要とする高齢者に対する社会の受け入れ体制は未だ十分とは申せません。今後24周年間に2倍以上になると予測されます高齢者介護の問題は、単に高齢者と介護者だけの問題ではなく、我が国が対策を急ぐべき国民的課題であると思われます。ご承知のように高齢化は世界各国共通の趨勢であり、これに対応する今までとは違った社会の仕組み、人々の考えが必要であります。とりわけ我が国の人口の高齢化の進行は急速であり、本日ここにお集まりの方々の国々の数倍の速さで進み、21世紀の初めには国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となり、さらにそのうち約半数は75歳以上という、世界に例を見ない高齢化の進んだ国になると予測されております。両親を見送ったことで、私は今年の高齢者ケア国際シンポジウムはアメリカ、イギリス、スウェーデン、ドイツ、デンマークなどから高齢者ケアの専門家を招き、日本の医学社会事業研究者など1200人がこれからの高齢者介護の在り方などについて活発な意見を交換し合いました。基調講演ではノンフィクション作家の上坂冬子さんが両親を見送った体験を語りながら、ケアする側、される側の家族関係に深く触れ、会場の感動を誘いました。また特別講演ではドイツ連邦共和国家族高齢者省フェルフュール・ドンク長官が高齢者省が設置された背景などを解説し、総人口の5分の1を60歳以上の人たちが占めるヨーロッパでは、各国が協調して高齢者政策を実施すべきだと訴えました。